私たちの救い主の十字架上での最後の七つの言葉は、フランツ・ヨゼフ・ハイドンが1786年に作曲した還元楽曲、十字架上のキリストの最後の七つの言葉とも、同じ思考のハインリヒシュッツの十字架上での七つの言葉と並んで知られる。原曲は還元楽曲であるが、後にハイドン自身の手によって、 原楽詩重奏版とオラトリオ版が編曲されており、さらにハイドンが監修したクラビーヤ用の編曲版がある。1786年54歳の頃にスペインのカディス大聖堂からの依頼によって作曲された。聖金曜日の礼拝において、福音書のキリストの十字架上での七つの言葉をそれぞれ読み、瞑想する時間に演奏されるための音楽となっており、序章に始まり、 七つの言葉に相応する七曲の、そなた、最後に、イエスの死の時に起こった自信を表した力強い曲によって構成されている。七つのそなたはその目的上、すべて感情が苦笑である。速度変化に乏しい音楽を延々と続けることは、ハイドンにとっても困難な作業だったが、出来上がった作品には、自身も満足し、初めて音楽を聴く人にも深い感動を与えずには、 置かないと語っている。依頼されて作曲したのは、漢弦楽のためのものだったが、ハイドン自身もこの作品を気に入っており、翌1787年には、自身の編曲による、弦楽四重奏版、そして自身の監修によるクラビーヤ版の楽譜が、出版されている。書きオラトリオ版以外では、各ソナタの冒頭で、キリストの言葉が、朗読者によって語られることが多い。 1795年、イギリス旅行からウィーンへの木とパッサウの大聖堂に立ち寄ったハイドンは、ここで、学長兼オルガニストだったヨーゼフ・フリーベルトがこの曲に詩人ラムラーによる歌詞をつけ、カンタータとして演奏しているのを耳にした。ロンドンでは、ヘンデルの大規模なオラトリオを聴いて触発されていたハイドンは、フリーベルトが編曲した楽譜を受け取ると、ウィーンに戻り、 フリーベルトの編曲を手直しするとともに、ゴッドフリートファン数ーーテ点の協力によって歌詞にも手を加え、翌1796年にオラトリオ版を完成させた。オラトリオ版では、オーケストラに新たに、クラリネット、トロンボーン、コントラファゴットが加えられ、第五ソナタを除く六曲のソナタには、イエスの言葉を歌うコラール風の四声帯の部分が新たに作曲された。また、 第4ソナタの後には、序曲が挿入された。これは、オラトリオの二部構成を意識したものである。フルートに、オーボエに、ファゴットに、ホルにン4、トランペットに、ティンパに、弦楽合奏フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルントランペットに、トロンボーンに、ティンパに、弦楽合奏、混声合唱、読唱ハイドンや、常ョのハインリヒッシュッツの他にも、 何人かの作曲家が同盟あるいは同種子の音楽を作曲している。ありがとうございます。